バプール、遠藤と中東遊でフォレストに劇的勝利した。プレミア第27節リバプール VS フォレスト遠藤ベンチスタート。この試合は早めに決めて主力休ませたい。遠藤ベンチいて草。普通にマクアリアンカーでよくね。また早くソボスライ神のプレイが見たい。サラーがこんだけいないの珍しい。60分遠藤渡るヌネス投入。遠藤はもはや俺が来た感があるな。遠藤もう復活かよ鉄人なの。リバプール遠藤途中出場だ。流れは変わるはず。ヌネス頼むぞ。ヌネスと遠藤は休ませたかった。とか言うてる余裕ないな。頼むぞ勝ち点3必須。76分ソボスライ投入。ソボスライお帰りなさい。遠藤、ソボスライ、マクアリスタートようやく本来のやりたいはずの中盤が3月になって開花したリバプール。とりあえずソボスライがハンサムでびっくりしました。久しぶりのソボスライ、ガンガンミドル打ってほしい。あわよくばコーナーキックで。ヌネスの劇的ゴールで勝利1-0。きたー。ヌネス最強ヌネス最強ヌネス最強。これがリバプールだ。マジで意味わからん。なんでこの展開でラストプレイで点取れるんだ。神通力や。ケルハありがとう。